一人でできる子の育て方第2章ナンバー12いじめとの向き合い方。4歳から9歳の時期に初めて遭遇する人間関係にいじめがあります。いじめはいつの時代にもあり、すべてのケースですぐに根本的に解決できる方法はありません。答えは子供ごとに異なり、これをすれば大丈夫という特効薬はありませんが、一つの処方箋になることを願って、私の経験をお伝えします。小学3年生の時のことです。私は大阪から広島に転校することになりました。大阪という土壌で育ち、笑いに自信のあった私は、広島の子も笑わせてやろう、と自己紹介の時にお笑いを披露しました。その瞬間に向けられたのは、冷ややかな目。その後、話しかけてくれる子はおらず、いじめが始まりました。言葉がおかしいやつ、変なやつと言われ、友達になってくれる子はいませんでした。友達できた?という母の言葉に、できたよ、〇〇くんでしょ、パツパツくんでしょ、と友達とは呼べないクラスメートの名前を並べる日々でした。転入してから1週間くらいが経ち、母が自転車を買ってくれました。徒歩で行ける場所にいるのはいじめてくる子ばかりだったので、それからは隣町まで遊びに行くようになりました。入れてと言えば、いいよ、っていうかお前誰?隣町から来たの?すげえな、と遊んでくれる友達ができました。自分の町に友達はいなくても、遊んでくれる人がいる、自分を受け入れてくれる人がいるという経験は、自分は全員から嫌われるようなやつじゃないんだ。という自信をくれました。そんな日々が1年も続いた頃のことです。学校の運動会がやってきました。大阪時代、走りのけんちゃんという異名を持つくらい足が速かった私ですが、生意気だぞと言われるのが怖くて、広島に来てからは学校で本気で走ったことはありませんでした。しかしリレーの選手決めの時に、自分ではゆっくり走ったつもりでしたが、補欠に選ばれてしまいました。そして運動会の日、なんとアンカーの子が体調不良でお休みしたので、補欠だった私がアンカーで走ることになりました。早く走っても嘘つきとまたいじめられる、遅く走ってもどんくさいなとまたいじめられる。心は葛藤していました。次々と他のクラスのバトンがアンカーに渡される中、私は最後にバトンを受け取りました。その瞬間、私の耳に、本気で走らんか!という声が入ってきました。それは母の声でした。無我夢中で走り、ゴールした時、わっという歓声と人の波が私に押し寄せました。お前すごいな!というクラスの夢子たちにもみくちゃにされ、わけのわからない私のところに、係の人が持ってきた旗は1。私は気づいていなかったのですが、全員を抜き去り、1位でゴールテープを切ったのでした。次の日から、パタリといじめはなくなりました。足の速いすごいやつとして、クラスメートに認められ、居場所ができ、いじめは終わりました。いじめられ続けた1年間は苦しいものでした。けれど、振り返ってみると、多くのことを考え、自分なりに頑張り続けた1年間で、無駄ではなかったと思います。この経験から私が得たことは、得意なこと一つが自分を助けるということ。そして、何も言わずに見守ってくれる母が支えということです。母は私がいじめに遭っていることに気づいていました。隠し通せていたと思っていたのですが、実は早々に気づいていたそうです。なんで何も聞かなかったの?と聞くと、あんたが何も言わなかったからよ、と言われました。母は私のお母さんには知られたくない、心配かけたくない、自分の力で頑張りたい、という気持ちを汲んでくれていたのです。私のことを一番に考えてくれた母からの私へのエールが、自転車でした。あの時母から、あんた、いじめられてるの?と問い詰められていたら、今の私はいないと思います。
我が子がいじめられていると分かったら、親としては非常に辛い気持ちになりますが、ここで大事なのは、子供を必要に問い詰めないということです。何をされたの？誰にされたの？いつからなの？先生はいなかったの？といったことを矢継ぎ早に聞くと、それは事情聴取になってしまい、子供はお父さんやお母さんにまで責められていると感じてしまいます。まずはじめに親がすべきことは、子供を問い詰めることでも、学校に怒鳴り込むことでもなく、子供に共感し、授業し、理解することです。いじめられたと言われたら、辛い思いをしているんだねと受け止めて、話したいのであればちゃんと話を聞くよという雰囲気を作ります。どうしても我慢できないような辛い状況になっていれば、きっと話してくれます。それ以上話さないようだったら、しばらくはそっとしておきましょう。ただし、物やお金を取られていないか、一方的に殴られたりしていないかは、その後も注意しましょう。窃盗や暴力まで加わってくると、子供同士で解決することは難しいので、親から学校に相談します。相談しただけで終わっては問題が解決しないので、先生と連携し、必ず解決まで持っていく粘り強さが求められます。ポイント。まずは寄り添い受け止める。エスカレートした場合は、大人が対処する。